知時ミキャン大作戦マナガオの秘密を真面目に調査は南海放送で2018年4月8日から放送されている愛媛県の県政広報番組であるタイトルにあるミキャンは愛媛県のゆるキャラでミカンと犬がモチーフになっているマナガオ PR 特命副知事に就任したミキャンからのミッションを受けて南海放送のアナウンサーが扮するミキャン特命係が 愛媛のマナガオの秘密を調査する。ミキャン特命係は、愛媛県庁の地下にある設定である。特命係は、ミキャンからの電話で、調査内容を伝えられる。2020年4月5日から、タイトルに、マナガオの秘密を真面目に調査。との副題が付けられた。当番組には、ミキャンの他にコミキャン、ダークミキャンが登場する。放送枠が、謎解き冒険バラエティ世界の果てまで。 一手休の後であるため、当番組の人気コーナー、妹を探せ。おもしていると思われる。愛媛県庁、ミキャンのプロフィール、ミキャンの缶詰。www.pref.ehime.jp。2020年5月25日閲覧。abcdefg、特命副知事ミキャン大作戦 RNB 南海、放送。 www.rnb.co.jp 2020年5月25日閲覧 abcde 特命副知事未キャン大作戦 rnb 南海放送 www.rnb.co.jp 2020年5月25日閲覧 abc 南海放送 www.facebook.com 2020年5月25日閲覧、ありがとうございます。